はい、任天堂スイッチ版のディアボロ3エターナルコレクションやっていきたいと思います。とりあえずワールドの方は4行こうか。そんな感じで頑張っていきたいと思います。トーメントの方は変わっておりません。11ですね。まあですけど、まあ、前回パートよりはね、レベルの方、パラゴンレベルの方も10ぐらい上がってる感じなんだよね。今は使えない。おい、弱点は見抜いた。いやー、でもね、結構ね、天使の魂は解放された。リアルイベントが結構 いろいろありましてみたいなね。だけど、まだ力は、録画はできなかったけどね、ちょくちょくとね、やってたりしたんで、レベルの方は上がってるんだけどね、なかなか眠くなっちゃってねみたいな。はい、じゃあ行きましょう。ラカノスを倒せということでね。装備の方も特に更新することもなくね、本当になんかパラゴンレベルだけ上げてステータス振ってだけでしたけどね。怖いな。どうなる？おっと、行こう。もうちょいだぞ。はい、オッケー。そう、なんかさ、3つぐらい前の動画の時になんかし、戻らなければ、なんか死の吐息、取らないのが結構気になる的なコメントがあったんですけど、死の吐息って使ったことないんだよね。だからなんか根本的にディアボロ3で分かってないことがあるのかもしれないっていうね。本当にね、設装備変換とかもさ、周回しまくって入手しててねみたいな、変換あんま使ってないしみたいな感じだしね。だから若干ちょっとね、このプレイの仕方が間違ってるのかもしれないですけどね。と、で、だからもしかしたらもうちょっと効率よく遊べてる感じ、遊べる感じなのかな。よく分かってないですけどね、個人的にはこれで OK と思ってんだけど。まだ使えない。やばいやばいやばい、これはやばいぞ。若干これで凍るからなんかいいんだけどさ。オッケー。うん、死の吐息そんな使うことないんだよな。だから本当にね、気になりますわ。うん、チラチラっと見てもさ、セット装備ぐらいしか使わないしな。結構どうなんだろう、みんな使うもんなの。わわわわ、そうだけど、ちょっとウホホイだけ倒しに行こうか。あっ、これはレインボーゴブリンだ。久々だな。ちょっと行ってきます。なんかね、1週間ぶりぐらいじゃないかな。まあ、ここ結構、それこそさ、あんま使わないんだけどね、個人的には。普通にディアボロされてる方は使うのかな？死の吐息。わわわわ、なんかすごいぞ。めっちゃレア出るけど。よく分かってなくてね。今欲しいのは、武器だよな。この辺。ライオン爪の、エンシェントが欲しかったりしてる。あと、これもエンシェントじゃないんだよね、まだね。あ、これはエンシェントか。まあ、そんな感じで、なかなかね、欲しいものが出ないままね。続けてってる感じですね。
しみましょう。このレアエリアを。まあ、特にな、ないな。思ったらエリート来た。まあ、砂まとって、弱点は見抜いた。フィストウェポン。どうだ、これ、来てくれるかな。行こう。うん、そうそうそう、死の吐息、なんかめっちゃ重要なアイテムっぽいんだけど、よく分かってなくて、まあ結局取らなくてもいいかなみたいな感じで思ってんだけど、なんかさ、調べるより、なんか周回した方がさ、みたいなね、調べるのに時間過ぎより、ちょっと、一回グレータリフトを回りたいなと思ったりとかね、そんな感じのことを思いながら遊んでるんだけど、どうなんでしょうね。だからビルドの方もさ、なんか強いビルドとかあったりするんだろうけど、うん、動画の方を見ていただけてる方、うん、はよくね分かってると思うんだけど、理解されると思うんだけど、最初スヌーク装備集めてたらなんかこう売り穴が集まっちゃったって感じなんだよね。そんな感じで今の装備になってるんだけど、どうなんでしょうね。まあとはいえ今の装備この感じが楽しいからさ、もう拾えない。あ、いっぱいなした。ちょっとこれ倒したら戻りましょうか。ああ、もう。ああ、でも一応前に痛いんだな。はい、じゃあ、まあ、とりあえず一回鑑定しに行きましょう。まあ、これでまとめて鑑定。はい。ライオンの爪出たかな？じゃん。おー。全く。お、これ初めてじゃない？なるほどね。特にないなぁ。ねえ、あ、もう分解でいいか。ああ。強石。わ、珍しいな。ほんと。久々に見たわ。メイスとワンコ。オッケー、行きましょう。オッケー、揺れられてるね。これでちょっとさ、もうすぐいっぱいになっちゃうからね。一応ちょっと南の方をちょっとチェックしてみるか。あ、エリートか。一応。キー。うん、結構広いからな。止めの一撃。オッケー。うん。また真の吐息だよ。それは無理だ。よっしゃ。おっと、エリーいるよ。おし、爆弾入った。やばいやばい。今は使えない。よし、爆弾入った。はい、起爆。大量だな。よし。バビの怒りを受けよ。もっとエリートだぞ。もう終わらして、オッケー。おっと、指輪。指輪の方も若干ちょっと更新したいかなとは思ってるね。おっと、セット装備だぞ。ベルトだって。
えているぞ。うん、とはいえね、もうなんかすでにちょっと眠たいんだけどね。帰ってきたばっかりで、まあ、とりあえずゲームしよっかって感じだけどね。剣に飲まれるがいい。いやー、年末なんか行きたいお店がいっぱいねオープンしててさ。栄三丁目の世界のヤムちゃん、世界のヤマちゃんの中ヤムちゃん専門店もちょっとさ気になってるし、まあね、このシーズン人が多いから避けて、まあ新年明けてからゆっくりのんびりと行こうかと思ってるけど。は終わりだ。若干喉も痛いんだよねみたいなちょっと風邪ひきたきかなと思いながらね、このままちょっとなんとかねひどくならないことを願いながら、もう10日後だからね、あの冬込みが、ま、ホテルも予約してるし、新幹線ももう席取ってるしみたいなね。まあ今ちょっとディアブロに集中しましょう。まあ現状でもグレーターリフトの要石2個ぐらいあるんでね、だからこのままこれ終わった後すぐね要石使ってさ行ってもいいかなと思うんだけど、一応決めてるからね。おっと危ない、危ねえな。まだ生きてんじゃん。これやばいぞ。よし、やったぞ。よしって。手袋に、剣に、血の吐息。あ、これで終わりか。まだこっちの方行けるから、こっちの方。まだなんかあんだよな。カールの怒りを知れ。まだいっぱいあるな。もう一回ぐらいもなんかさ帰らなきゃいけないっぽくない？そろそろ多分手荷物なってるじゃん。まあ宝石だけは取れるだろう。これもここも行ってないしな。神の怒りを受けよ。今は使えない。うん、まあ終わりだね。まあ一応これ宝石はもらっていくか。もう拾えない。はいはいはい、いいね。はい。ああ、ちょっと待って。はい、帰りましょう。まあでも、ちょうどタイミング良かったね。これで戻って次の報酬クエストですね。鑑定。まとめて鑑定。じゃーん。リトルロー、これ初めての武器だぞ。どうした言えないけどさ。他はフロスバーン、フロスバーンばっかりだな。うん、これ持ってるね。ほう、ブロック率 50% 分受けるダメージ減少。へえ、面白いな。しかも穴開きだぜ。しかもその自制の指輪のセット装備が発動してないから、若干気になるな。まあ、ちょっと保留にしときましょう。まあ、いろいろ思うことはあるんですよ。今、OK。どこにいる？
パワーを王家の移行の指輪をしてね、セット装備、1個減らして、なんとかなりますぜ、的な感じのやつやってんだけど、それを取っても、靴。一応、ウリアナの、やつ装備してんだよね。だからさ、だから、ウリアナを履いて、今の、幻影のブーツ売ってしまえば、ね、結構そのまま良さげな感じなんでね。たださ、幻影ブーツのすり抜け効果っていうのが大きいから、大きいっていうか、すごい助かってるから、なんか、脱ぐのはちょっと気が引けるんだけどね。気が引けるけど、気が引けるけどさ、まだ力が溜まっていない。スキルの、疾走撃でなんとかね、厳しいのは避けれるから、幻影ブーツ脱いでもいいかなと思ったりするけどね。なかなか、おお、いきなりエルチですよ。ありやす、まあこのレベルならね、いけるんだよ。エリート以外は無視していってもいいけど、いいけど溜まっちゃうときついんでね。だから凍らせて疾走で抜けるちゃう、抜けるってきたね。はいはい、また来たぞ。またどっちだ。よし、またね、ゴー。いいね。矢印してました。こいつは本当に打点子はね、一発が重い。これは開けない。はい、頑張っていきましょう。力が衰えているぞ。浄化すればいいんだろ。やばい、危なかったな。とどめの一撃、まだ使えない。あと1個どこだ。え、どっか取りこぼしてる。あ、これか。はい、まだ開けない。残りの敵を倒さなきゃいけないね。汗一つかかなかったぞ。よし、砂の衣をまとってラス1。 OK、 お疲れ様でした。報酬2個。町に戻ろう。じゃあ戻りましょう。うん、まあそんな感じで、やって、やりながら、気になるスキルはいっぱいあるんだよね。そう、ヘルファイアアミュレットも作る言うて、1週間前ぐらいからね、もっと前か、2週間ぐらい前から、245、234?234の報酬クエストを頑張ってるから、一応ヘルファイアアミュレット作る気はあるんだけどね。だから別に孫悟空を装備してるけど、孫悟空は孫悟空で惜しかったけど、望むセット装備じゃないからね。いきなり死んだよ。最初望んでたけどさ、トータル的に、最終的に、まあ、現状は、ウリアナで生きてるから、
お、矢印出てきましたね。しかもウホホイ来たぞ。先にウホホイ行くか。やばいやばい。100体よろしくよ。うん、これも温存を考えるけどなかなか難しいよね。あのノーマルの敵だとさ温存してまとめて倒すとか思うけど、これだとしてあの倒す数が決まってるからある程度倒さないと湧かないしね。もうただただがむしゃらに。まだ力が溜まっていない。オッケーオッケー。そうなんでね、あの他のゲームでもそうだけどさ、今は使えない。今砂の衣なんだかんだ 50% 防いでくれるとか言ってるけども、食らう強さってのがあって、それを超えた瞬間に一気にもう即死級のダメージだから急に死ぬよみたいな。はい、戻ってきました。手荷物とはまだ全然余裕あるね。ら、じゃあ最後クジクラボス戦かな。どっちだ。あー、クジクラと75体。よし、砂まとっていこう。守りにこだわらなくていいや。まとまってこう。おお。貴様の負けだ。あ、いけるか。これは無理だ。よっしゃ。オッケー、メイスいらないけどな。本当に爪だけが欲しい。だからさ、それこそ血の結晶のガチャはもう全部片手武器でいこうかなと思ってたりしてますね。うわ、毒だ。おお、あともうちょいか。それは無理だ。はいはい、よし、こオッケー。まだ使えない。たまった。お疲れ様でした。なんだ、盾かよ。はい、じゃあ戻りましょう。報告して、君の働きニュートリストラ。ほい、じゃあ開けましょうか。まあこれがシーズン中はわわわわおで、もう一個開けるの忘れたね。違う。おっと、2個来たね。どうだ、手荷物まだ余裕があるな。ちょっと1個忘れたことがある。一個忘れたことがある。まあ、ここでや。というのも、アミーボポータル。今日は、ブレスオブザワイルドの、リンク。うん、まあ、そんな感じで、まあ、特に何も出ることもなくね。終わりましたけど。で、鑑定しましょう。これもさ、なんかディアブロ3用のアミーボ出れば、もうちょっとレアな敵が出たりするのかな。はい、確認しましょう。更新はねえな。更新はねえな。あと、
ほう。え？アイスクライマー？ちょっと待って、ベルト？分解ですな。で、修理して。ほいじゃまあ行きましょうか。ネファレムリフト。幸運を祈るぞ、英雄よ。イエー、行こう。行き止まり。エリートおいで。バックル2ギリギリだな。おい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 、結構いけんだけど。そうそうそう、こいつらやべえんだよな。だから倒すべき 敵と、あの、避けても OK な時。うわー、誰で。あとなんか防衛システム的なさ、やつは結構やばかったりするよね。ビリリってやつで即死級のダメージ食らっちゃうから、まあなるべく死なないようにいきたいとは思いますけど、気づいたら死んじゃうのですもんね。失礼しぎ。今は使えない。また血の結晶を無視しちゃった。止めの一撃。ああ、でくるっと回ってこなきゃいけないね。それは無理だ。いや怖い怖い。飲まれるがいい。なんか強めのやつに殺されるのはわかるけどさーみたいな。え、どうやっていくのこれ。あはー、なんかさ、めっちゃ遠回りしちゃったな。そんなことはできない。そう、疾走撃をチャージ3つにするのもちょっと若干気にはなるよね。ぶっちゃけさ、疾走で走り抜けた時、死んじゃった。死なないようにとか思ってたのに。専門家。まだ使えない。こういう時の力のやつが困るからね。エリートいる。こっち止めて、寄ってこい。ゴー。ちょっと時間食いすぎだね。で、ここか。
わお。炎でも結構死ねるからね。力が衰えている。オッケー。美味しいよね。そろそろ出口なのか。それはできない。よし、まあ砂の衣もあのリキャスト時間長いからきついけど、もうあのこの状態は必須だよね。ないとどうにも即死状態みたいなね。流れだ。飛んで。まだ力が溜まっていない。胸当て。まあ胸当てとかいつも同じやつなんだけどな。若干エリート混じってる。それは無理だ。おう、ダメ。うん、毒ガムこれ本当にまずいんだよな。なんか死なないようにって言ってたのにもう3回ぐらい死んじゃってるっていうね。力が衰えているぞ。サンダこれ本当好き。まだ使えない。お、ゼラチン。の負けだ。今は使えない。分解大量じゃもう持てないみたいな。そろそろ、あらーいっぱい出したね。持てない。はいはいはい。95%。お。97%。まだ使えない。貴様の負けだ。さてこれで出てくるな。リフトガード。あぶねあぶね。オーラッシュ。おいおいおい勘弁してくれよ。さて行くぞ。もう拾えない。まあ斧はいらないか。町に戻ろう。はい、じゃあ帰りましょう。もう欲しいのは爪だけだからな今んとこ。素晴らしい。へい、鑑定。さてどうでしょう。そうこう、ねえ、なんかうーんとしか言えないよ。これはめっちゃ外れじゃん。はい、じゃあグレーターリフトなんですけど、グレーターリフトを62、3更新してもいいんだけどね、あの結構本当にギリギリなんで、まあ比較的安全にいける55ぐらいをねやっていこうと思って
ておりますけど、せっかくなんで、強化グレード。強化のを使って、ちょっといい感じなんじゃないでしょうか。わかんないけど。久々だからね、強化グレード、強化なグレーターリフトは。今は使えない。エリートきてるね。いくで。何これ赤。いきなり終わりか。この辺絡んでいくか。オッケー。じゃあ次行きましょう。15ぐらい来てるかな。まだ力が溜まっていない。やばい。衣どこまでワープした。この火の塊も若干どころじゃないよ。やばいよ。おっとシールド発見。さすが取っちゃおう。まあこれでちょっとどころじゃない。イージーモードですよ。まあ、しばらく無敵が続くんで、願わくば怖いんだよね。まあ精神力貯めて、まあ、ちょっと一気に稼げるな。と思ったら急に効果が切れるからね。その辺は注意しないといけないけどね。ワールの怒りを知れ。だから砂の衣をちょっと温存してる感じですね。盾が切れたら一気に使おう。おっと、まあ、ああもういきなり切れた。行こう、失礼主義。ようやく62ぐらいかな。うわ毒のやついるね。うわどんどんならないよ。弱点は見抜いた。まだ使えない。うん、これも復活。エリートいませんか。いそうでいないんだよな。あ、いた。まだ力が溜まっていない。オッケー。今は使えない。ゴー。力が衰えているぞ。いっぱいいるね。力が衰えている。これは重傷だ。おー、エリート発見。それは無理だ。オッケー。神の怒りを受けよ。さてさて、まだ使えない。あぶね。ゴー。回復しなければ。わお。そんなことはできない。弱点は見抜いた。砂の衣リキャスしてるぞ。もう 90% ぐらいいってるよね。っ
ていうところで、グレータリフト3。ここが決着のとこか。外周から削って。怖い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 。一斉主義。毒系うぜえな。怖い怖い。よし来るか。どこにいる？あー窒息させるもの。向こう向いてる。やばい、これやばい。一斉死。あと一発か。意味が分からぬまま死ねるな。はい、お疲れ様でした。メイスポーション、ワンコーにシールドね。何が欲しいの？はい、まあそんな感じで、まあ今育ててる、つい復讐。OK、 じゃあ戻りましょう。鑑定して報告して、そなたは、うん、はい、じゃあチェックしましょう。うん、特にねえなあ。これなんか他のジョブで使ってた気がする。一斉主義のダメージプラ11。へえ、面白いな。ストームシールド、あとポーションは塔の底なし。ああ、いらないな。まあ、預けて。従者も更新ないもんな。OK。じゃあ、全部分解。はい。まあ、そんな感じで、毎日頑張っておる感じです。お疲れ様でした。ありがとうございました。